機能性表示食品検定では、現在のですね、機能性表示食品の届け出の状況というのをさっとお話し,したいと思います。青魚系オメガ3の DHA、EPA、これはですね、中性脂肪の抑制と記憶力の維持ということで、まあ、サプリがいろいろ出ております。それからビフィズス菌、乳酸菌ですけども、乳酸菌の中のビフィズス菌は、 腸内環境の改善、便通改善といったことが言えますよといろいろ届出がされていますけれども、最近はそのビフィズス菌の中でも、何の株ですかという株の特定までしないと届出ができないということになっていまして、例えば BB536 株とかですね、それから BB12、それから LKM512、HN019、それから GCL2505 とかですね。 まあ結構その株の種類まで明確にして届け出をしないとビフィズス菌乳酸菌に関しては受理されないようになってますそれから脂機能目の機能に関してはルテインといったものが制、まあ、度始まった頃から人気の成分なんですけども光刺激による目から保護するといったものがありますでこの生鮮の方でもやはりルテインを使ったほうれん草の届け出というのが出てきております でルテインとともにですね、目の機能の成分としてはアントシアニンというのがあるんですけども、これ似てるんですけども、機能性が違いますで。まずルテインの方は、目の黄斑色素量というのを増やすことで、光の刺激から目を保護して、ボケやかすみの改善、コントラスト感度の改善により、視覚機能を維持することが報告されています。 こちらはコントラスト感度、要は濃淡ですね、白黒濃淡といったものがです、ね、明瞭になるということが、このルテインのポイントなんですけれども、アントシアニンの方は、ビルベリー果実由来アントシアニンには、VDT 作業、過去パソコンやスマートフォンなどのモニター作業で、目をよく使うことによって生じるピント調節機能を改善することが報告されていますということで、ピント、焦点を合わせる機能が改善するということで、 同じような目の機能のサプリなんですけども、コントラストとピント機能ということでちょっと違う機能性なんですね。ですから最近はこのルテインとアンドシアに両方とも入れてダブル訴求でコントラストとピント調節機能改善というサプリメントも出てきています。で、機能性表示食品、しっかり学びたいという方のために、機能性表示食品検定協会では、機能性表示食品検定講座というのをですね、教育、 プログラムを設けております。機能性表示食品検定講座の概要なんですけどもで、初級コース、中級コース、上級コース、歩行ということで、基本的には3つのコースがあるんですけども、開講月というのが1月から4月、5月から8月、9月から12月ということで、4ヶ月間、メールとウェブ動画だけでですね、学べるというセミナーになっています。基本的な流れはですね、月曜日から金曜日までの 毎日のメールですから5日間かける4週のメールそれから金曜日のメールにリンクされています4回分のウェブ動画復習の動画ですねでこれ見ていただくそして試験を受けていただくんですけどもその試験対策動画というのとあとウェブでの検定試験というのがございます一番最後に2019年新ガイドライン 継承者データの取り扱いと関与成分不明なエキスの扱いという解説動画という歩行という動画があります。で初級コース、中級コース、上級コース、歩行ということで基本的には3つのコースがあるんですけども初級コースというのは機能性表示食品の基礎を学ぶ方のためのもので制度の概要とそれから薬機法、経表法との法規制との関係とかですね あ今日お話ししたような、ジュディ済み機能性表示食品の事例紹介といったことをもう少し詳しくしているのが初級エントリーコースです。で、中級コースというのは届け出を実際にする方とかですね、転職、健康食品会社に転職したいというです、ね、若干スペシャリスト向けなんですけども、機能性表示食品の実際の届け出方法とかですね、届け出様式の書き方とか注意点とか。 あとは、エビデンスに必要な医学論文を読むときの医学臨床の基礎知識とかシステマチックレビューの読み方といったことのお話をしています。で上級コース、これはです、ね、かなりエキスパートなんですけども商品企画をする方それからコンサルタントになりたいという方向けのコースでまず機能性表示食品化するための3大ポイント、まあ今日お話しましたよね、三大ポイント。機能性なんですか関与成分なんですか エビデンスありますか、まあこういったような話をもう少し掘り下げてしますさらにもう1個ありましたねその機能性表示食品売れますかじゃあ売れる機能性表示食品どうやって作るんですかという話それから実際に届け出をするとですねいろんな不備指摘を受けるんですけどその不備指摘を具体的にお話をしますそして上級コース全部終わったところで2019年新ガイドライン継承者データ具体的に言うと尿酸の数値それから花粉症 こういったものの描写と健常者というのはどうやって扱うんですかというようなですね、ガイドラインが出たのでそれのお話をしています。それから関与成分不明なエキスの取り扱い方こういったお話もしております。でこちらが初級コース中級コースの5日間のメール動画復習 5日間のメール、動画で復習、5日間のメール、動画で復習と、まあ、こういったことが4週繰り返されて、最後に試験対策動画というのが来て、試験を受けていただくで。その試験がパスしたら、まあ、ほとんどの方はもうパスするんですけども、中級コースに行っていただいて、また4週受けていただく。で、またそこをパスしたら、今度は上級コースに行っていただいて、やはり4週勉強していただくと。で、上級コースの 試験はですねいわゆる選択式とあと記述式実際の商品企画書を書いてもらうというですね2つの試験が課されますのでかなりエキスパート向きの内容になっていますですが皆様頑張って参加されうまく商品設計をされているというふうに思っていますで最後に歩行ですね新ガイドライン2019の解説というのをして以上で終わりというコースになっておりますでこれで都合4ヶ月間で 機能性表示食品を学ぶこの講座のですね内容と受講料金なんですけども先ほど申し上げましたように開講月というのが1月5月9月になっていますで価格はですね初級エントリーコースは3万円中級アドバンスドコースは5万円上級エキスパートコースは7万円というふうになっておりますが この3つのコースをセットで受講していただくと15万円のものが12万円で受講することができますでさらにですねコロナに加藤キャンペーン価格というのを今やっておりまして2020年5月スタート5月から8月のこの期に関しては初級エントリーコースだけを受けるという方は3万円が1万円で受講できますまた3コースセットという場合は12万円が9万円で受講することが可能です。 機能性表示食品しっかり勉強したいとガイドラインを読んでもよくわからないという方はですねぜひこの機能性表示食品検定講座を受講してくださいまた機能性表示食品の届け出に関してですねお悩みどうぞお気軽に機能性表示食品検定協会までご相談くださいネットでですね機能検とカタカナで検索すると機能性表示食品検定協会のホームページが出てきますので、まあ、そちらの方 からごご質問ご相談してくださいというわけで、以上、機能性表示食品の作り方というセミナーを終了したいと思います。持田喜一郎でした。どうもありがとうございました。